日本の読売新聞社と韓国の韓国日報社が先日共同で世論調査を実施したところ、現在の日韓関係について悪いと答えた人が日本で 87%、 韓国で 86% に達しました。また日本では韓国を信頼できないが 73%、 韓国では日本を信頼できないが 83% でした。パク・クネ大統領が国際社会に向けて日本への批判を繰り返していること、安倍総理が去年靖国神社を参拝したこと、こういった事実が双方の信頼度合いを低下させているようです。日韓関係は悪いですよね、はい、だから韓国が日本が悪いわけじゃないですよね。関係が悪い、関係が悪いってことですよ ね。日本の人たちは韓国が悪い 87% ではないってことですよ、ね、ちょっと誤解を生むよね。そうですね、そこをちょっとちゃんとしないといけないと思うんですけど、言ってる人たちの温度はどんだけか、そこだと思うんですよね。とでも日本にするとやはりそのパク大統領の最近のなんかこうコメントとかっていうのを聞くと、やっぱりなんかこうよろしくないなと。民間レベルは全くないじゃないですか。それはもう中国もそうですしね、だから民間レベルで韓国、日本、中国、民間レベルで上でやってるだけですよ、はい、国の体制とか国のそのの言うたら韓国の俳優さんとかアーティストが来ても全然全然ともないですもんね。ウェルカムですし。いやでもね、こんなことになるとは俺もちょっと思ってなくてね、だからまあ、はい、へいへいへいをやってた時にね、一時、はい、もう韓国ブームがすごくて、アーティストが、はいはい、もうアーティストほとんど韓国で、でその日本の芸能人もその韓国のミュージシャンが好き好きだっていうふうに言ってました。それですごかったのよ、うん、それがこんなことになるかっていうぐらい、まあね、流行りなのかだったのか、なんかどっかで自主規制してるのかなんか分かりませんけれども、ピタッと最近は、いやあんまり出てこないですよね、歌番組。びっくりやね。どうだ、そうでしょ、出てこない。あれそれって政治のね、いやだから分かんないです。そういうこと。いやだから流行りなのか、でも実際にその本当だ K-POP は好きだっていう人数は多分変わってないと思うんですよ、うんうんうん、10万人とか20万人とかね、基本的にはね。そうかな、うん、いらっしゃいますから、でもなんかピタッとテレビ番組はなかなかそういうふうに、だから本当に非常に今日韓関係とか日中関係とかそのなんか非常なんか微妙なところに、全然嫌いじゃないし全然お話できるし全然、で韓国の人はみんな、ね、日本に遊びに観光で来ることもあるでしょうし、う僕らが韓国に遊び行くこともあるでしょうし、だから日本から韓国に旅行者も減ってるんです。実際問題減ってるんだ、うん、そうなんです。中国がちょっとなぜか戻ってきたみたいだけどね、日本への観光、ね、あそうですよね、はい、でもさっき中井さんがおっしゃったその関係がっていうところはすごく大事だと思うんですよね、うん、その韓国のことをどう思いますかって言ってイエスはノーではなくて、関係が今悪いって感じるなっていう数字がこれなので、であの以前70年代60年代から朝鮮半島の歴史をあの研究している教授と話をしたことがあって、その当時はなんでそんなことをするんだって、もう四面楚歌だったと日本の中で、なんで朝鮮半島の歴史なんかを選択して研究していくんだ、そんなことする必要ないでしょう日本の中でって言われたのに、ここ数年もガラッと変わって嘘のようですっておっしゃっていて、やっぱり空気ってそうやって変わっていくものだと思うんですよね。そういう意味で言うと確かにおっしゃるように外交っていうのはまた特殊な面もあるけれども、中井さんおっしゃるように韓国に友達がいて韓国のことを悪く思ってないっていうレベルを強く持っていたら、うん、空気っていうのは変わるはずだって私は思うんですけどね。そうか、だからあれやわ、あの質問も悪いね、だからああいう質問はしない方がいいね、うん、現代の日韓関係、うん、悪いに決まってるんやから、悪いな、みんな思ってると思うんですよ、誰が見たって悪いんや、はいはいはい、ただ嫌いか好きかの話をせよっていうことになってくるよね、うん、これやるとなんか煽ってる感じはあるよね。もっといい関係で、はい、だからある民間レベルの話をどんどんそのニュースが質問がネガティブやわ、あのでもこの日韓関係をじゃ改善すべきだっていうのは韓国が9割やのに日本の方が低いってはちょっとなんか日本冷たいに違うのっていう気もちょっとしますよね。そうですね、もうちょっと高い数字でもね、でも温度数ぐらいやったらね、なんかそんなに迷惑かかってないんじゃないですか、生活する上で。
うんうん、でもこれ見たらまた韓国の人間はうわわしら90や言ってんのにあったら83回ってそんなもんかまたなんかなっちゃうんですよ。だからこういう、まあ、質問自体もあんまよくわかんないけど、うん、さあ木村監督はいかがですかこの最近の、日韓の問題ですけれども。いやそれは関係は悪いんですよ。悪いです、はい、みんな思ってますよ、うんうん、山行くと今山で会う登山客は、うん、韓国の人と、うん中国、まあ、特に今は台湾なんだけどね、ちょっと前までは中国のもう日本の山ですか、はい、あっちには高い山ないから雪見に来るわけですよ。あなるほど。でその人たちと僕ら接触するんだけど、はい、大体やっぱり雰囲気で分かるんだよね。だから僕もアニャンセヨぐらい覚えてますよ、はい、すれ違う時に、そういうことを言い合って、なんか非常にいい感じなんだけどね。この人たちはなんでうまくいかないんだろうってことで、それは国だよ。やっぱり国の上の国同士の会話をもっとして、 あっちの大統領、大統領、あの人に変わってからガクッて変わったわけだから ね、なんかもう日本の悪口ばっかり言うてるから、世界で、はい、あとその相手国に親しみを感じるという質問が他にあるんですけど、日本は韓国のこと親しみ感じますかって33%親しみ感じる。で韓国は日本のことは 21% だからちょっと少ないんですけどね。低いですね。ちょっと低い。韓国人、そうですね、韓国、ああでもその質問はやっぱり相手国ですから国ですよね。でも韓国人に対してはあそういう質問はしていないんですけれども、うん、人同士だったら人同士は全然ないですよ。それは韓国に限らず中国もそうですし、はい、うん、そうだ、ね、もっとちゃんとお話も本当にも今までこうね、まあまあ、いろんな政治的な問題とかのニュースを見聞きすると、うん、そのなんか竹島の不法占拠のなんか事件とか問題とか、 なんかそういういろいろ歴史的な問題も解決してないし、まあまあまあ、隣国やからね、はい、隣国やからしょうがない部分はあると思うよ。別に我々ブラジルを嫌いになる理由もないから遠すぎて、うん、でどうしてもそれは近いからね、うん、それはいろいろね、うん、201号室と202号室住んでたらそれはいろいろあるやんか。ありますあります。壁も薄いし、うんうん、そうですよね。ね、うん、だから日本もなかなかそういうだからなかなか仲いいやつこいつはいいけどこいつが悪い、でも好き嫌いはあっても、うん、でもなんかこう最低限のマナーというか、あの、ね、謝るところは謝ればいいんじゃないんですか、うん、そこが一番難しいところなんですよ。難しいところ、そこが一番難しいところなんですよ。お互いの言い分があるから、だから隣同士で喧嘩なるし、じゃあちょっと騒音はうるさかったね、そこは謝るとね。いやそれね中井さんね、そう違う、いやそれはね、それはね、そこがね、謝ったら負けとかもうそういうレベルなんですかぐらいまで行くと思いますよ。いやだからそれはでも政治の言葉と外交の言葉がそうであったとしても、それは仕方がないかもしれない、そうであったとしても謝れないとかね、謝ったら負けっていうとか、でもそうじゃないマインドを全く違う民間マインドとか普通の一般マインドはブレたらいけないと思う。そうだから韓国人の友達もおるし中国人の友達もいてると、うん、そこはいいんですけど、うん、やっぱ国対国のメンツになってると、もう謝れなかったり。でも松本さんおっしゃるように隣っていうところは大きいですよね、はい、だからやっぱ管理人のアメリカ人が頑張らないとダメなの。イギリスだから、だからオバマさんが一応3人でやろうやろうって言ったら、うん、パクさん一切笑えへんから一切笑えへんね。逆に日本でも裏では笑ってたんですよ。あれがまた怖いよね。だからそうだから、いろんなことが表裏駆け引きもあったりもするから、うん、お話しすればいいのにね。うん、韓国もだって日本と仲良くした方がいいと思いますよ。これ韓国に限らず世界どこの国みんな仲良くした方がいいんですもん。譲り合って歩み寄ってって助け合ってって、うん、そうなんですよね。それが理想なんですけど、なかなかそういう理想通りにいかないというか、やっぱりこうマンションどっか一個借りてさ、はい、人種違う人たちみんな一緒に住ましてみたらなんか変わるんじゃないか、なんかモデルとして、モデルケースとして、なんか5階建ての20部屋ぐらいにして、そうそうそう、で日本人韓国人、うん、でちょっと離れて北朝鮮の方とか、うん、上の方中国とかロシアとかアメリカとか、うん、なんか見えてくるかもしれんけどね。そうですね、アフリカあたりに騒いでもうたらなんかこっちがなかなか仲良くなってそう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 、あいつらうるさいな俺らだけでももうちょっとみたいなね、仲良くなるかみたいななるかも、うん、分かりませんけど、こんだけスタジオが誰もうなずかないもんな、ね、なんか我々も仲いいんですけど、なんか全然響いてないみたいですけどなかなか難しい。いやだから結局この問題になってくるとね、そういう風にいろんないい分もあるから、本当に最近アーティスト見ないって言われたら、そうなのよ。いやそれびっくりだな。でも日本から韓国行って歌う交流みたいなのもしてますよね。